もしかすると、お、うお、はい、皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。今日はこちら、じゃじゃん、ガリウムは金属を溶かすらしい。はい、今日はちょっと久しぶりのガリウム動画なんですが、ちょっとね、ガリウムについていろいろネットで情報を調べてたんですけど、このガリウムを他の金属にくっつけると、そのくっついた金属を侵食してこう弱らせてしまう性質があるらしいんですよね。それすごいよね。そう、結構ネットにね、そういう情報が出てるんですけど、今日実際ね、それを試してみたいと思います。はい、それでは早速実験やってみたいと思うんですが、今日使うのはこれなんですよ。空き缶です。で、こっちのコーラの方はアルミ缶、こっちの缶コーヒーの缶はスチール缶です。今日はこの2種類の缶を使って実験していきたいと思います。ちなみに新しいガリウム大量に購入しました。これちゃんとケースに入っててかっこいいやつなんですよ。でも今まで使ってきたものと全く同じものです。ただケースに入ってるってだけですね。で、今日何やるのかと言いますと、それぞれ違う材質の缶のこの上の部分ですね、この上の部分にガリウムを少し垂らすんですよ。それで少しの時間放置するだけで、ここがふにゃふにゃになってくるらしいんですよね。普通もちろんふにゃふにゃじゃないんですよ。まあアルミ缶はね、比較的こう柔らかいですけど、手でペリペリいけるほど柔らかくはないですよね、もちろんね。で、スチールはというともっと硬いですよね。まあアルミ缶はこうちょっとへこみますけど、スチールはまあそう簡単にへこまないぐらい硬いですよね。で、僕の調べた情報によると、アルミはおそらく柔らかくなります。ただスチールはちょっとわかんないですよね。結構強いから、これは。いや、結果が楽しみですね。実際やってみたいと思います。それではまずガリウムを溶かします。さあ、そろそろ溶けたかな。 OK、 それではいきます。ガリウムをこの缶の上に垂らしていきます。うわ、やべ、結構中に垂れてしまったぞ。扱いが難しいんだよね、これ。おお、これでちょっと伸ばしておこう。やべ、折っちゃった、やばい。全部に触れてなくてもこう浸食してって全体を柔らかくするらしいんですよね。だけど本当にできんのかな。じゃあ同じ感じでスチール缶の方もいきます。アルミ缶もうちょっと垂らしとくかな。よし、こんぐらいか。で、あとはこのまま少し待ってみたいと思います。はい、一応1時間ぐらい放置してみたんですけど、見た目的にはあんまり変わってないけどね。なんかあんまり侵食されてる気はしないけどね。ちょっと触ってみます。アルミ缶の方からいきますか。なんともねえな、これ。どうなってんだ、これ。普通に硬いぞ、おい。スチールの方は。まあ、もちろん硬いよね。そうだよね。もう一回やってみます。やべ、垂らしすぎなんだよな、基本的に。スッといっちゃうからね、もう。本当はこんなに垂らさなくてもいいと思うんだけど。なんかね、傷つけるといいみたいなんですよね、ちょっとこうやって。果たしてこんなことでできるんでしょうか。よし、これでもう一回待ってみますか。さて、そろそろどうでしょうか。特に変化してないかな。あれ、ちょっと待って、ちょっとや、あれ、柔らかくなってんじゃない、これ。え、ちょっと待って待って、ちょいっと待って待って、この辺ちょっと見ててください。あ、あ、あ、マジか。おいおい、柔らかいぞ。普通絶対手ではこんな簡単に崩れないからね、これ。あ、うわ、うわ、うわ、待って、明らかに柔らかくなってる。いきますよ。ほら。ほら。あららららら。すごいね。なんだ、くにゃくにゃしてるぞ。ほら、この辺すごいですよね。ほら。すげえ、かなり脆くなってる。はい、次、スチール缶の方です。いきます。やっぱり柔らかくなってるかな。ちょっとわかんないな。最初こんなんだったっけ。でもね、アルミみたいにはやっぱりいかないですね。崩れはしないです。ちなみにこれ、さっきアルミ缶の中に垂れちゃったガリウムなんですけど、それ取り出したらね、なんかかなり黒くなってるんですよね。これアルミがなんか溶けたのかな。ちょっと詳しいことはわかんないんですけど、明らかに黒くなってる。焦げたみたいになってますね。まあ成功といえば成功でいいと思うんですけど、もうちょいこっちまで行ってほしかったですよね。こっちはまだね、硬いんですよ。僕的にはもうちょっと派手に行ってほしかったっていうのもあるんで、もう一回だけちょっとやってもいいですか。
さっきと少しやり方を変えます。さっきもう普通にこれ開けちゃってたんで、中にこうガリウムが垂れてっちゃう状況だったんですよね。なのでちょっと変えて、最後にこの上が開いてないバージョンの缶を使ってやってみたいと思います。中身は空にしてあります。この状態だったらもうちょっと派手に垂らせるんですよ。っていうのと、さっき分かったのが、ここにしっかりと傷を入れることですね。それが大事だっていうことがよく分かったんで、もう全体的にまずしっかりとこうカッターで傷をつけます。はい、今表面全体的に傷を入れました。これでさっきよりさらにうまくいくんじゃないかなと思います。で、さっきよりもガリウムの量もちょっと増やしていきたいと思います。全体につくぐらいにいこうか。もう最後なんで派手にいっちゃいましょう。よし、がっつり表面埋まるぐらい、これぐらい入れたら結構いくんじゃない。これでまた時間置いてみたいと思います。はい、約50分ほど時間を置いたんですけど、すごいことになったね、これ。なんかガリウム自体の色が変わりましたね。黒っぽくなってる。これは一体どういう状態なんでしょうかね。ちょっと専門家ではないので詳しくわかりませんが、とにかく化学反応的なことが起きたんでしょう。まあ見た目の変化はすごいんですけど、ちょっと触ってみます。これは、あ、もう固まってきてんのか。この辺は固まってますね、ガリウムが。それではちょっと触ってみます。お、うわ、おお、やばい、これ全然力入れてないのに、うお、むしろ取れた、完全に。うわ、やべえな、これやば、これすごいね。どれがむしろアルミ缶の蓋なんだろうか。これは、これガリウム？待って待って、ここが、これがすごいぞ。ほら、これが蓋か。粉々やん。めちゃめちゃ柔らかいけど。これはすごいぞ。うわー、なにこれ。なんか卵の殻みたいになってるよ。そのぐらいの柔らかさですよ、これ。うわー、完全に抜けましたね。ちょっと押しただけです。確かにちょっとだけ形が残ってますもんね、この辺。ほら、こうやって握ったらもう、粉々です。これアルミ缶の蓋だからね、普通は絶対こうはならないよ。うわー、いや、むしろこの辺まで柔らかい。あれ、なんか全体がすごく柔らかいぞ。ちょっと待って待って、うわー、この上の方も全部柔らかい。うわー、まあ、もちろんアルミ缶なんでへこむのは当然なんですけど、いやー、もう結構粉々だけど、この辺まで。うわー、うーわ、はーい、ということなんですが、これぞまさに驚き桃の木三種の木。いやー、ほんとすごかったですね。確かにガリウムはアルミを弱くします。アルミが溶けるというよりはこう脆弱化というか、劣化するというような表現がいいのかもしれません。完全ボロボロでしたもんね。で、このガリウムなんですけど、その辺で簡単に手に入るもんではないので、まあ、あんまり真似する人いないと思いますが、ちょっと一歩間違えるとね、危ないこともあると思いますので、基本的には真似しないでください。僕の動画、映像で楽しんでいただければなと思っております。いや、でも非常に面白かったです。またお会いしましょう。 See you next time。僕らの動画で Let's try again、hey! YouTube YouTube Podcast YouTube